世界ランキング一位の小田選手今回のウィンブルドンは第一シードから順調に勝ち進み決勝でもイギリスのアルフィー・ーヒューエット選手にセットカウント2対0のストレートで勝利大会最年少で優勝を果たしましたウィンブルドンの車いす男子シングルスで優勝した日本人は国枝慎吾さんに続き二人目です小田選手は去年4月に15歳でプロに転向し 先月最年少で全仏オープンに優勝今回のウィンブルドンで4大大会2連勝です